セントルイス大学はアメリカ合衆国ミズーリ州セントルイスにあるカトリック系の私立大学通称はスルー都市としてのセントルイスはストリート・ルイスと記されることが多いが東大学はセインとルイスと簡略表記を行わない創立は1818 18年ミシシッピ側異性では最も古い大学であるイエズス会系の大学としては ジョージタウン大学に次ぐ2番目の歴史を持つ。元はセントルイスアカデミーとしてデュボーグ司教が設立。1820年にセントルイスカレッジとなった。1889年に当時はセントルイス市外であった現在地へ移転した。キャンパスよりダウンタウンを望む昨今はビヨンディ学長のもと近代化とキャンパスの増築が進んでいる。中でも パークスカレッジ校舎の建設、クックビジネススクールの拡大、チャイフィッツアリーナの建設などが顕著である。また、40年以上にわたって、スペインのマドリードにキャンパスを持っており、約700名の学生が、当キャンパスで学んでいる。デュボーグホールクックビジネススクール学部生は7814人。学期は、セムスター制を採用している。 年間授業料は3万1342ドル。NCWA の一部アトランティック10コンファレンスに所属している。すべてのチームはビリケンズを名乗っている。サッカーとバスケットボールが全国的に有名。ありがとうございます。